この4名で総重量20キロの巨大お菓子3品を食らう。とにかく豪快に食らい尽くす4人にご注目。いただきます。うわ、甘じょっぱ。おいしい。うわ。うん、おいしい、おいしい。もうダメ。うま。あ、これか。あれとね、普通のサイズとそんなに、でもこの粉の量すごいね。これ粉の量がすごい、すごい、やばいね。でもやっぱり一個で食べるのとやっぱちょっと違いますね、感じ方が。だいぶどう違います？なんかあの普通のせんべい食べてみたいな感じです、ハッピーターンっぽくないですか？もうちょっと若干粗い感じかな。粗い感じですね、なんか一口二口で完結するじゃないですか、ハッピーターンって。これしないからちょっとだいぶ違いますね、おせんべい感が強いというか。おいしいです。うまい。いやー、違うんだね。これさ、ちっちゃいのと食べ比べしながらさ、そうですね、そうですね、通常のハッピーターンより硬いんですか？ちょっと硬いと思います、はい。なんかすみません、僕男性じゃないですか、はい、割って食べればいいのに口で食べたからここどうしようかな迷ってるんですよ。大丈夫、いや、気持ちなかったじゃん。もうマジですか、マジですか、マジですか。あ、なんかこの時言ったんだハートボタンにしてたんですね。ちょっと難しいっす、うん、はい、それ難しいっす。うーん、でも夢が叶った。ちょっと一瞬話していい？うん、すいません、多分感じ方違うと思うんだよな。いいっすか、言ってみて。ごめん、うん、あ、一緒っすね。一緒かよ。一緒か、うん、いや、すごい。あ、でも絶対粉率はこっちの方が高いよ。もっと、この方が全然違う。あ、ちょっと私も食べたい。欲張りだから、バーゲー。あ、取れない。あ、じゃこれもらう。ピザだもん、ピザ。いい感じに割れたね。いいよ、黒ごと大丈夫。いや、早っ。なんだ、実際あんまデカ盛り食べてる感じしないんですよね、うん、あ、今まだワクワクしかないよね、結構、うんうん、私正直早くもうこれ食べたら次に進んで、でさらに次に進むみたいな、もう、あ、もうちょっとこれ、もうちょっとこれ、はいはいはい、じゃあ俺この上でもやってるんで、こっちどうぞ。これさ、テレビで見てる全国のキッズがどれだけ羨ましがってんだろうね。お子さんはテンションめっちゃ上がるね。お菓子の家とか食べてみたいっていう感があるじゃん。これに至るのがあるよ。あ、お茶飲みたい。これやっぱり後半は深みが分かる、くるね、結構。すげー分かる。お水あります。これね、ご飯と食べれるかもしれない、下手したら。米っすか？うん、米、米。お手引きとかそういうのってあったりしますか？一回これ仕切っちゃいましょうか。あ、食べた。誰も見てなかったもん、ベロって。でもこのね、正直この下についてこれを怒られながらもペロってやるのが幸せなんですよってやっちゃおう。これほらほら、これもうボーナスステージ。ある。こんなのね、こんなのマジで。あー、粉がついてるんですか？うん、もうステージすぎるね。やばいね。めっちゃヒットポイントがあったんで、そこ
きますか。じゃあラスト一口いただきます。余裕ですか。何もない。何事もなかったから。なんか食べたのぐらいの勢いだった。